ようこそヤンデレの世界へ。ここは特別な運命に導かれた者だけがアクセスできる禁断の扉。そこが腐れた、閉じ込められた、何も考えられなくて、ドロドロに愛された。そんな願いを叶えることができるんです。さあ手を触れて。それではさようなら。昨日から熱と咳がある。食欲は？食欲もなし。それじゃあ胸の音を聞いていきましょうか。聴診器は出ません。息を大きく吸って、この心臓の音。君、もしかして昔、小学生くらいの頃か、自転車から落ちて、おでこに怪我をしなかったか。前髪を開けて見せてくれ。やっぱりそうか。この傷。忘れもしない。雨の降る夜、救急で運ばれてきた君。当時研修医だった僕が、縫合したんだ。あの時君は、母親と一緒に来ていただろう。だからだ。気安く声をかけるわけにはいかなかった。痛いと言って、泣きじゃくる君を、抱きしめてやりたかった。あの後、何日も眠らないほどには後悔をした。どうして自分に素直になれなかったのか。とね。だが、十数年の時を経て、またこうして、医者と患者という形で出会えた。嬉しいぞ。すごくだ。おそらく君は本能的にこの病院にたどり着いた。どうした？可愛い瞳の瞳孔が開ききっているさ。瞬きも増えて、呼吸も浅いな。少し汗をかいているな。心配しなくていいんだ。
怖がる必要はない。運命。そうだ、これは神がくださった運命だ。父と子と精霊の御名によって主が与えたものだ。導きなのだ。捕まえたぞ。いきなり走り始めた。びっくりしたぞ。初めて会ったあの日から君のことを忘れたこと一度もないんだ。こうして目の前に現れたのはまさに奇跡だ。あの時の額の傷もほんのりと赤くなっている。走って体温が急上昇したからか。まるで僕と君をつなぐ赤い糸だ。そうだろう、あの日から僕たち二人を見えない糸で繋いでいてくれたんだ。そう、運命だ。これからはそばにいられるように離れられなくしてやろう。僕が作ったこの薬、日夜研究して一番効果のある配合にしたんだ。それじゃアルコール消毒をして。もしかして注射が嫌いなのか。子供みたいで可愛いな。心配しなくても大丈夫だ。少しだけチクッとするぞ。見てみる。注射器の尖った針が君の柔らかな静脈に刺さっていく。薄緑色の薬が入っていくぞ。ゆっくり、ゆっくり僕の腕の中に落ちていく様を、喜びと絶望にあふれて見ているがいい。ほーら、どんどんまぶたがくっついてきたらそのまま寝てもいいんだぞ。この薬は君を僕だけの標本にするものだ。今この時点から君は僕だけの人形だ。病院の隠し扉の後ろの部屋で僕に一生変われるんだ。もう口も動かせない、心配する必要はない。栄養は点滴で取れる。それに可愛いお洋服を着て素敵なベッドで横たわるという。
怖いことなんて何もないさ。時々絵本を読んであげよう。僕が診療中の時は、設置した小型カメラでじっくりと観察してあげよう。今から楽しみだな。おまわりさん。そうなんです。私の患者が高熱で幻覚を見たらしくて、それで急に道路に飛び出してしまったんです。今は薬が効いて眠っているようです。心配には及びません。医者の使命としてしっかりそばにいますか。日夜お疲れ様です。お互い地域のために頑張りましょう。では、私はこれで、手当てをしないといけませんので。聞こえているんだろう。もう逃げられないからな。それじゃあ帰ろう。僕たちの家に。